潮の日の1月11日水曜日朝7時15分の日本海はオフショア背後から吹いてますね。海には面の綺麗な波が割れますね。膝ももぐらいかな。でも綺麗ですね。風はオフショア。こちらもかすかなオフショアが背後から吹いてますね。今かすかなというよりはしっかり吹き始めました。海にはそれに逆らってうねりは入ってきますが、インサイドブレークですね。左側は場所を選べばテイクオフぐらいはできそうですね。気温は1度ぐらいです。風はオフショアはしっかり吹いてます。海には待てば面の綺麗な波がアウトから入りますが、今これはインサイドブレイクですね。セット感覚の長めです。今日終日どうですかね。また昨日の夕方から温度計をここに忘れて帰ってました。その分温度は正確かもしれませんが、持って帰ろう。